那覇宿目9人建テラスで500円ランチする。本日は那覇宿目にある9人建テラス周辺を歩いてみましょう。こちらの建物が本日の目的地、9人建テラス内にあるレストランファームズキッチンです。この建物は9人建テラスと呼ばれる施設になります。9人建テラスの中にレストランファームズキッチンが入っている格好です。最初に9人建テラスの正面から見学してみましょう。9人建テラスの9人建とは、琉球王朝時代にここに久米村、方言読みで9人田という集落があったことからその名が付けられています。ここは公共のミニ博物館のような施設です。タッチパネルがあるので触りますが、なかなか反応しません。14世紀から16世紀の琉球王国は、中国をはじめ東南アジア各国と交易を行っていました。そうした交易でこの久米村の人々が通訳や航海技術などを持って琉球の外交を支えていました。久米村の住民の多くが中華系で、知識人も多く住んでいましたから、当時の琉球国は彼らから多くを学びました。当時の久米村は長崎の出島と似たような環境だったと私は勝手に想像しています。9人建テラスは、北には中国式庭園の福州園、東には孔子廟と接しています。目の前には松山公園があり、那覇の中心部からも徒歩10分程度で来ることができる便利な地にあります。大航海時代はここに9人田、久米村がありましたが、周辺は海に囲まれた地域でした。
トでしたらローストビーフ丼がおすすめになるんですけど、日替わりでしたらこちらの、あ、この日替わりでも日替わりでしたら今日木曜日ですので、こちらのカレーに、あ、それでいいや、はい、テラスの方で、うん、はい。